記念日は何らかの物事や過去の出来事を記念する日である。講義には週刊、月刊なども含み、年中行事も含むことがある。国民の祝日も記念日の一種と言える。なお、記念という語は祝賀を意味する日以外にも使われる。記念日には誕生日、結婚記念日、命日などの個人的な記念日のほか、公的な期間が制定した記念日。 例えば地方自治体がその地域や特産品を PR するためや地元で発生した大災害を忘れないために制定した記念日があり、また企業や商店が商品の販売促進などのために制定した記念日もある。記念日の日付は過去に歴史的な出来事があった日とするのが本来の形だが日本では語呂合わせによるものも数多くある。また、 他の年授業時に相乗りした記念日もある。ふさわしい日付があるものの、何らかの理由で都合が悪い場合など、別の日付を記念日とすることもある。例えば自衛隊記念日は、本来なら、自衛隊が発足した日の1954年7月1日と、すべきところであるが、この時期は、台風などの自然災害による、 自衛隊出動が予想されるため、式典の準備なども考え、この日を避けて11月1日になっている。また、津波防災の日は、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災が発生した3月11日では、なく、安政南海地震が発生した11月5日と、定められている。他に、日本では、天皇誕生日、オランダでは、 国王誕生日が設けられ、君主の誕生日が祝日となっているが、大正天皇の時代は、本来の誕生日の8月31日ではなく10月31日が祝日になっていた。オランダでは、ベアトリクス女王の時代、彼女の誕生日は1月31日だが、女王誕生日は4月30日とされた。これは、真夏や真冬の時期で、各種式典に困難が予想されたため、 時期をずらした事例である。太字は国民の祝日。日本国内には記念日を指定や制定する任意団体が複数存在するが、下記のいずれも公的機関ではない。記念日を制定するのに、これらの団体の認定を受ける必要も義務もない。認定を受けなくとも世間に浸透している記念日も数多く存在する。一般社団法人日本記念日。 協会1991年に設立。企業、団体、個人などが設けた記念日の認定、登録を行い、ホームページで紹介するなど、様々な PR を行う一般社団法人。記念日の登録には、登録申請を行い、登録料を支払う必要がある。同協会に登録された記念日の数は2012年5月時点で約400件。 2018年5月時点で1904件で年間200件以上のペースで増加している。記念日のカレンダー、記念日の辞典なども観光、記念日文化研究所も併設している。一般社団法人日本記念日、評議会団体、企業、個人などが制定した様々な記念日を審査、認定、登録し、広く社会に浸透させる機関として、 2013年4月に設立された。公式マスコットキャラクターはアニバー君。記念日認定までの所要期間は約15営業日で認定には料金の支払いを必要とした。2013年5月以降、活動を本格化。8月にはマーケティング会社を設立した。その後、2015年5月15日の投稿を最後に公式。 Facebook の更新が停止。同年後半には公式ウェブサイトが閉鎖された。日本記念日協会に関するカテゴリー。ありがとうございます。